武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、駒澤大学の入試について話していきたいと思います。駒澤大学、まあいわゆる2等駒線の中の駒、ですね、になりますが、まあ学部としては文系の学部多めで、まあ仏教文学部、経済法経営、医療健康科学、グローバルメディアスタディーズ学部という形になっています。で、入試の形式としては全学部日程と、あとは、T 方式、S 方式の一般ですね。 T 方式っていうのは、まあ、同一配点型、つまり3科目、3教科の、入試の配点が全部同じで、特定科目 S 型は特定科目重視型で、まあ、特定の科目が倍になっていると、まあ、400点満点ですねになっているという形ですね。まあそんな、駒澤大学の、各科目の勉強について、まあ、自分が見たい科目を、見ていってください。それでは、今回紹介する、教科ですね。英語、数学、国語、日本史、世界史、地理、政治、経済、物理、科学、生物と、ありますので、自分が見たい科目を選択してください。